行きまーす。か、マウス映ってる。行きますよ。アームズ疲れの中、なんとかじゃねえな、別に。ちょっとしか減ってないからいいか？お意味にしとこう。もうこんなピンピンの状態で来てますね。ピュアな状態で。もうちょっとしか減ってない。逃げに逃げまくり。逃げれるのはもう余裕で。しかもね、ダーマ神殿から来るんですけれども、そこでセーブ多分できないんじゃない？だから、いつも戦闘なんとかでやってまして、いつもってまだ5日目です。いつも？全然だったんですけど、いつの間にかって陰踏んだわけじゃないですか、さっきから。無料なんですよね、ルーラって。昔8使ってたもんの。だからピュアな状態なんです。だから8使うのが無料になるんだったら、まあ、ここでセーブさせてよって話なんですけどもね。ここでっていうか、この城の前でね。でもそんなとこには、そうか、話的には。でこんなピンピンな状態なんで、頑張れそうなんですけど、どうするんだっけっていうところ、ルカニが効くって書いてありました。うん。25% の確率なのかな？ 25% 効くんやったっけ？めっちゃいいやん。あれ？あっちから来るかな？来た。で、フバーハもいいって書いてありましたね。あと、マダンテは、メガンテ？なんだっけ？は、ですね。瞑想に入った2ターン後って書いてあったんで、その時に防御してなさいっていうことです。で、しかも何を隠そう、昨日僕はレベルアップっていうのを8年ぶりにやりましてですね。1ぐらい上がった状態で来てますから、今日クリアできんじゃねえかなっていうのね。もうアームズに集中して、アームズでも疲れるわ。こっちは A ボタン押すだけや、これ。楽やわ。楽。で、音楽聴いてないんで、こうやって。ゾンビガード？何これ？こんな、ボケツッコミって何？こんな変な感じやったっけ？ボケよっか。そらね、だいたいつまらんやつは笑わない、つまんないんですよね。ラスボスとかって。あ、笑ってるの？あれ？違う笑いや。その笑いじゃない。聞かない。強っ。フバーハいらんのんで？強っ。バイキルトにドラゴン切りか。いやー、正直ね、ボケが伝わるかなと思ったら、伝わらないようで伝わってましたね。不敵には笑いましたね。うまいこと取れましたわ、そんなところが。バイキルト。これ、呪文で先にやった方がいいよ。あ、しまった。トラボルタにかけなかった。トラボルタじゃあ、普通に何もしなくてもあんなに減ってんの？あんなに減らせることができるの？よーし、いいところです。あ、そっか。これ、満タンになるんや。強い呪文だな、これ。フバーハをそろそろかけた方がいいかな。聞かなかった。これ聞かないぐらいだったらバイキルトと絶対聞いた方がいいと思うわ。ねえ。これがフバーハやね。よし。でもフバーハはね、ベホマラも覚えてると同じ人が、僧侶が覚えてるんで。この音楽がドラクエの音楽になるのがいいよね。この前も言って同じことになっちゃうんですけどもね。あと、メダパンに、メラミが効くんですよね。あかんて。あかん。え？ 500？ 500 って、人に500与えといてあんた、笑ったくせに。あかーん。フバハにしてるし。なんだっけ。
生き返らす必要あるか、あの人。あるな。バイキルタルモン。なんつってんの？あかん！瞑想の後って書いてあったの、こう、あれに。全然違うし。でもちょうど死なんかったらよかったんで、この人、あ、どっちみちこの人、うん、倒せるか？まあ倒せんくてもこの動画をアップします。あー寝た。世界中の歯を持たしたんです。しかも世界中の歯って満タンになるっていうね。昔これ1やった気するんてな俺。僕アームズ疲れがすごくて、アームズ難しくね、めちゃくちゃ難しいんやけど、レベル5でも6、7でも倒せんねんけど。ちょっと待って、どうしようかな。この人盗みを働くから意味ないんか。聞かんねん、あの人。あかんて。強いなぁ。強い、これも強い。これで言うと強かったって大きいんじゃないですか。盗みを働いても意味ないからね、これ。お宝をその後にゲットしてもの。あーと攻撃してた。おー、やばい。やべやべ。強えな、やっぱり。僕のこれ、あれが悪いんかな？職業とかその装備とかが下手なんかな？さっきボケたでな。ボケが通じないつまらん人はもう知らんよ。OK、ボケ通じた。そっか、バイキルトがめちゃくちゃ強いんだな。早いよ、そっち先やめてよ。うわ、やべ。あれしただけでも一目と回復するやん。怖いなぁ、もう迫力あるもん、あんた。ナイス。で、眠ってる人叩いて起こしてあげて。ティングロスさんは寝てないですよ。サウンドさんは寝てないですよ。回復だけしてない。寝てるからな、そりゃ。特約層。あれ。まあ、しゃあないか。まだ早い、まだ早かった、あんた来るの。
悩み結構聞くんやったな。長いこと寝てたな、あんた。寝るねー。フバハン一回もやれてない。フバハンやれてない。寝てんの起きんの寒いのに。そっか、俺も寒いのに朝起きんかったわ、そういえば。寒いなと思ってたけど、眠気が勝ってたもんな。あれ、世界中の歯ないが、もう無理やん。やっぱ勝てねえな。もっとレベル上げて、っていうかもっとちゃんとした装備を今度は取りに行ってみようかなって、そちらが近道なんだなって思いましたんで、今日はこんな感じで終了しますかね。で、最後、勝ったりして。まだボケ通じてるやん。何してんのこの人、一人で。何し、頑張ってんだこの人。寝させるかそこで。回復するだけやで、こっち寝てるんやから。起きたらどんないじめやねん。じゃあまた今度、今度っていうかまたちょっと頑張りますね。お金がまた半分だったことが、お金はそこまであれっていうことが分かりましたんで。はい。じゃあね、また。ごめん。うまくいけんかった。盾とかをちゃんとしようかな。